じゃあ新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。まあ、ということでね、トレーター、まあ、去年再始動というか、まあ、この体制ではね、始動したわけですが、まあ、2023年、じゃあどういう感じでね、こうやっていくか、じゃあメンバー一人一人ちょっと抱負を聞いていきたいと思います。うん、じゃあここはね、いい、じゃあ背が低い順低い順、まあ、低い順ということで、じゃあ、はい、おゆりし。あ、私からだ。はい。ですね、2023年は、そうですね、もっともっと、トレーターとして熱いライブができるように、そして音源も作れるように頑張ります。よろしくお願いします。いやーいやー、音源とかちょっと爆弾発言だね出ちゃうのかしら、なんか出ちゃう、はい、出ちゃうのかしら、出ちゃうのかしら、あららら、あらららら、はい、じゃあ、はい、次誰、俺かな、いや、まあ、まあ僕はね、もうじゃあ、はい、じゃあ僕で、はい、いや皆さん、どうぞどうぞ、おめでとうございます。おめでとうございます片言で、いや本当に、いやもう昨年ね、いや本当に再始動でね、このメンバーでやらせてもらって、とても楽しい、まあ、活動になりましたけど、今年はさらにね、やっぱ加速させていきますよ。やっぱりかみんなに聞いてもらえるコンテンツがね、もっと増えるといいなと思ってるんで、僕らちょっとそれを準備してね、やっていきたいなと思ったり、うんうんうん、してるのかな、どうだろう、またしても、うん、またしても、バックマンが、はい、待っててください、うんうん、以上じゃあ、あ、この感じだとやっぱりユーチューブ、そうですね、ガチャッとしてユーチューブ、そうですね、皆さんまずは明けましておめでとうございます。来年じゃねえだ、今年か、うんと今年の目標はそうですね、まあトレーダーとしてまあいいライブをいっぱいまあできる、まあしたいっていうのと、まあ音源もまあ前日二人がまあ言ってたようにこうちょっと考えてますので、そこのところもしっかりやっていきたいと思ってまして、あとはまあ個人的な目標としてはまあお腹の贅肉を落とすっていう。やる目標ですね。まあ、もうこれがもう何よりのもう僕の目標なんで、皆さんも僕と一緒にぜひダイエットをしましょう。何の支えに、ね、じゃあその収益のエクササイズ動画がね、はい、上がるかもしれない。そうですね。まあ見せられる範囲でこうなんか来るかもしれないですね。まあ何やねんそれ。まあそんな感じなので皆さん今年もよろしくお願いします。じゃあ最後、ゆうちゃん締めちゃってください。はい。まあね、まあ、とにかく2023年は、今よりもちょっとでかいステージに、お前らも一緒に行くぞ。いいね。行くぞ。たと。以上です。イェイ。Okay. ということで、まあちょっとね、去年以上に、やばい感じに多分僕らはなっていくと思うので、皆さんもね、うん、まあ、次は、2月12日ですかね。はい。2月12日、はい、吉祥寺クレッシェンド。はい。で、まずは会いましょう。はい。待ってるぞ。かかってこい。ってことで、トレーターでした。また会いましょう。バイバーイ。バイバーイ。今年もよろしく。今年もよろしく。ことよろ。撮影は、私でした。バイバーイ。これも入れようもん。入れようもん。消してください。これ入れたい。